朝が来る。目を開く。けれど世界は真っ暗で、本当に自分が生きているのかもわからない。先輩。その指が背中に触れて、私は今日も生きているんだと実感する。先輩がよく背中に文字を指で書いて私を励ましてくれたんです。最上先輩は私の憧れでした。第31D 部隊、伊達部隊員、あなたは抗体を持つ希少な人間よ。あなたにはキャンサーと一人で戦ってもらいます。本当に私一人で戦うのでしょうか。それだがな、私たちはお前を一人にはしないぞ。どうせ絶望的な世界なんだからさ、とことんその絶望と付き合ってみねえか。ここまで来て自信ねえのか、それともギブアップするか。みんなにひどいことをしないで。いえ、行きます。絶望をもう少しだけ味わってきます。一人じゃ何もできません。やっぱり私には無理です。白くて丸いお前たち。